皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、このところ連日ありがとね。むしろこのところばかりではございませんから、ラララララララ。はい、ちょっと感謝の気持ちを創意工夫してみましたよ。新しいラララバージョンです。ラララバージョン、これをそう命名しましたよ。そして本日のその気になるお一言ですが、じゃん、ゴー。これはついついちょっと見入ってしまいましたよ。これは何だろうっていう感じですかね。そうですね、まあまあこれを皆様に簡単にご説明しますと、体の一部分でございます。はい、体の。これ以上どういうようにご説明しましょうかね。難しいなこれ。そうですね、まあまあそうですか。聴覚を使って音を聞き取るための部分でございます。はい、そんな体の一部分でございますよ。はい、そうですそうです。ここまで言いましたらかなりもう絞られたかと思いますよ。よく見てください。僕の頭の上にちょんちょんと2つありますよね。はい、人間さんの場合には横側にちょんちょんってあるような感じでございましょうか。もうこういう風に言いましたらもう完全にお分かりになられたかと思います。はい、それの種類がいろいろあるよといったようなお一言ですかね。そうですね、サンピアさんの場合は3種類挙げてらっしゃいますけれども、その3種類目が特に特徴的だと思いました。まあその特徴と言いましては、そうですね、僕が思い起こすものは宇宙の、そうですね、某宇宙の物語のドラマや映画になったものの出てくる登場人物にそういうような形の方がいらっしゃいました。はい、確かそんな感じでございます。あとこれ以上どうやってこのお話を広げましょうか。そこら辺が問題ですよ。何かあったかな。聴覚に関するそういう思い出エピソード、僕の中ではあとはほぼございませんね。もうそんな感じですよ。某宇宙物語のそれぐらいしか思い浮かびません。ということでして、じゃあ行ってみましょうかね。もうお分かりになられたかと思いますので、では行きます。サンピアさんの一言、それではサンピアさんよりの一言どうぞ。丸耳、長耳、エルフ耳。